はい、今日はヨドバシカメラの福袋を開けていきます。メンズウォッチの夢落とし玉箱です。これはヨドバシ .com のアプリで予約したものになります。やっぱり朝並びに行くの大変そうだったもんね。じゃあ早速開けます。これは納品書が入ってます。で、上の方にあるやつから開けていきます。これは YouTube の去年の動画とかでも見たら入ってたやつかな。じゃあまず1個目はボールペンが入ってました。次はじゃあこの大きめのやつ。この箱は電波時計だね。ではこれなんて読んだの、ライデンって書いてるのかはい、電波時計が入ってました。これとあと一緒にこれの多分電池だね、これも入ってます。じゃあ3つ目はこれだね。はい、3つ目は侍の香水が入ってました。次はこのちょっと大きめの箱。これは箱にカルバンクラインって書いてあるね。中身を開けると、カルバンクラインのベルトが入ってます。で、最後これが5個目の最後だね。箱を出すと、これはカシオって書いてあるね。中身はで、5つ目の最後はカシオの時計です。開けてみます。こんなシルバーの時計です。で、文字盤はホワイトで、これはあれだね、カレンダーもついてるね。タグの方を見ると、ソーラー電波時計、フルオートカレンダー、ネオブライト、5気圧防水って書いてあるね。まあ、定価2万円って書いてあるのかな。はい、こんな感じです。まあ、今回これ買ったのも、今使ってる時計、修理出してるから、それまで活躍してくれるかな。じゃあ、この時計はバーコードがついてるから、どれぐらいの金額かアプリで見ています。ヨドバシのアプリで見るとこれだね。以前販売されてた時は1万5000円ぐらいの販売価格だったのかな。まあ前のモデルだからもう今は販売終了になってます。で、ついでにアマゾンで見てみようかな。アマゾンプライムの方では今取り扱いがないみたいだね。だけど、まあ、この辺に1万7000円ぐらいで他の出品者がありますって書いてあるね。5つ目はカシオのソーラー電波時計です。はい、今回の福袋の中に入ってたのを並べてみました。まあ、電池まで入れると全部で6個入ってたね。で、価格が1万円でポイントが1000ポイントつくから、まあ、実質9000円の内容になります。まあ、9000円でこれだけ入ってればまあまあいいんじゃないかなと思いました。まあ、来年はちょっと時計じゃなくて他の福袋買ってみたいと思います。はい、じゃあ今日は終わりです。